北海道知事の鈴木直道です。国の新たな方針を踏まえ、5月6日までの間、繁華街において感染リスクが高まるような接客を伴う飲食店等への外出を自粛していただくよう強くお願いいたします。4月以降に札幌市で発生した感染者のうち、分かっているだけでもその4割が夜間の外出や飲食での感染を疑われております。新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、どうか皆さんのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。